沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェクト。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェクトで検索。マトバ TV レディオ。はい、今日も始まりました第18回目のマトバ TV です。マトバ TV とはまっすぐ夢に向かってひたむきに頑張る方々を YouTube 動画とラジオを通して応援していこうという素晴らしい番組です。メインパーソナリティの佐久本健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんかいっぱいいる。いっぱいいる。びっくりした。いっぱいいる。今日いっぱいいる。今日初めてじゃない。今日こんなに来たの？初のね、スタジオのちっちゃいスタジオ6人の男たちっていう。カメラセッティングで大変って。心なしから俺ね、さっきクーラーの温度18度とかもめっちゃ最低に上げて今日にしてるんだけど、めちゃくちゃ暑い。暑いやつ。ねえ、今日も皆さんの声行きたいので、はい、結構巻きで行きたいと思います。はい、行きましょう。よろしくお願いします。じゃあ提供だけ言わせてもらいます。はい、トマトマ TV の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェクト、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースのマトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあというわけで早速今日のね、素敵なゲストさんたちのお声をいただきたいと思います。じゃあ自己紹介それぞれお願いしてよろしいでしょうか。お願いします。安室美咲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鳥取出身のシンガーソングライター白斗です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。はい、そして神奈川県出身向井青春です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。神奈川県出身の石井力丸です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲストさん4名。4名お願いします。初今日ね、なんでこのゲストさん4名来ていただいたかと言いますと、実はですね、僕の美咲くんが僕の高校の同級生でして、そうですね。で昔ね、そのすごいサッカーでめちゃくちゃその名を馳せてた。である一つでフェイスブック見たら、なんかシンガーソングライターになってたっていう。フォークソングをすごい、フォークシンガーになってたっていうね。そうですね。いつの間にかという。ね、はい、すげえびっくりしたんですけど。で、まあ、今回はその沖縄に来られたっていうのは何か、なんか理由があったんですよね。それを教えてください。はい、はい、ですね、お隣にいらっしゃいます、ハクトさんとですね、はい、よく関東の方でライブをご一緒させていただくことがあるんですけれども、うん、その白斗さんからぜひ沖縄でライブをしたいというお申し出がありまして、はい、で、まあ、僕故郷なので、まあ、ライブハウスとかではなく、はい、お店でこう、うん、お客さんがいる中でライブをしたいというところで、僕の知り合いのところにお願いして、白斗さんとの人と人とのつながりというんですかね、うん、こうやって出会っていった人とつながっていきたいっていう思いを持って、今回は沖縄の人とどんどん関わっていきたい、つながっていきたいっていう思いでライブを開催させていただきました。おお、素晴らしい。すごいあったかいですね。あったかいライブでした。昨日ね、実は遊びに行って、ちょっとライブの様子を見させてもらったんですけども、なんかすごいお客さんとの距離がすごい近くて、ね、みんなとそのお話ししながらゆったり進めてたのがすごい印象的でしたね。あと白斗さんの歌声、僕は初めて白斗さん、はい、美咲くんから紹介してもらって、はい、聞いたんですけど、なんかすごいその温かいなと思いました。その印象が、うん、なんか でもその声もすごいその通るし、うん、透き通った声というか、うん、すごいそのジーンと来てました。ひそかに。あ、本当ですか。ひっそりと。はい、嬉しいです。いいですからね。はい、でちょっと後ろにいらっしゃる向井君と、あと、うん、あと力丸くん、力丸くん、向井くんと力丸くんも今回一緒に、そうですね、うん、やらせてもらう形になっちゃいます。どんな出会い。あ、僕がその今室さんが相模原の方に住んでて、はい、僕引っ越して友達欲しいなってバー行ったら一番初めていた人です。そしたらライブしようぜって言ったの。そうそこ、そういう急な出会いで無理くりライブやろうぜって引っ張り込んだ感じです。引っ張り込んだ。今回もね、沖縄でやるんだけど来るって言ったら2つ返事でしたね。行きますって。そしたらなんか力丸くんがついてきた。なんかオプションみたいな。はい、
あ、そもそも、じゃあ美咲とあのハクトさんとの出会いっていうのはどこだったんですか？そうですね、出会いは。せっかくなんでハクトさんから。あ、僕からですか？はい、僕はあの全国日本いろんなところをね回らせてもらってるんですけど、はい、歌で。でその中で安室美咲くんの住む、相模原という場所があって、うんうんうん、でそこでまあ、エンジョイというところで歌わせていただいたんですけど、はい、そこの助演さんが彼だったんですよ、はい、美咲くんだったんですよ、ね、元々お客さんだったんですね。そうです、はい、それで僕は何回か歌っているうちに彼が歌を歌っていることを、まあ、発覚しまして、はい、じゃあ僕ちょっと前半と後半の間にちょっと歌聞かせてよって、それで歌ってもらったんですよ、はいはい、そしたら弁も立つし、はい、歌も上手だし、うん、っていうことで結構何回もね、はい、出ていただいて、そのうちそのエンジョイを飛び出して、はい、いろんなところで歌わせていただいたり、はい、対バンするようになってから今日につながったという感じですよね。そう、なんか本当に音楽が繋いだ2人の縁っていう感じですね。そうなんですよ。僕をこういう場所に引っ張り出してくれたのもハクトさんなので、うん、本当にそうですね、はい、人前で歌うっていうことなんて全くしてなかったけれども、はいはい、ハクトさんがいや歌った方がいい歌った方がいいって言ってくれて、うん、なんかこう背中を押された形で、うん、最初はねバクバクでしたけど人前で歌うなんてって思いましたけど、うん、最初はね、シンガーソング素人と言ってましたね。言ってました。今もう言わなくなりましたからね。素人って意識はねなくなったはずなんですよ、彼の中で。そうですね、シンガーソング素人、はい、もう言わなくなって、はい、最初の頃はずっと言ってました、ね、最初の頃はね。ハクトさんちょっとお聞きしたいんですけど、はい、その昨日ね僕がライブに遊びに行かせてもらっていろいろ、はい、曲もねその MC もすごい聞かせてもらったんですけど、はい、そのハクトさんがその曲を作る上でとか、はい、で、はい、なんかその、なんか大事にしてることとか、こういう、はい、なんかその自分の世界観だとか、はい、なんかその楽曲を作る瞬間とかっていうのは、はい、なんかどういうところからインスピレーションって受けるんですか？インスピレーションですか、はい、まずモチーフ、メロディーとかその言葉のモチーフっていうのはもう日常生活でパコッといきなり出てくるもので、自分の意識とは別のところでそれは全部メモっておきます。あ、そうなんですね。で、曲をいざ作るぞっていう時にそのストックを、はい、出してきて組み立てるっていう、まあ、作曲はそのあるモチーフを組み立てるっていうようなものになりますね、僕の場合は。じゃあ日常にも散らばってるものを拾って。日常を拾ってますね。はい。で、先はフォークシンガーということなんだけど、はい、フォークシンガーでいいの？フォークシンガー、シンガーソングライター、シンガーソングライターじゃなくてフォークシンガーにフォークシンガーになっていただいて。でも美咲さん曲作ってますよね。はい、で昨日オリジナルの曲もね。そうですね、はい、まあ、フォークシンガーっていうのはフォークソングが大好きっていうリスペクトと、うん、まあ、フォークっていうものが僕のギターの本当に入り口だったので、で、まあ、シンガーソングライターって、まあ、シンガーソング素人って言ってたもんだからちょっと変えたくてフォークシンガーっていう風に言ってますが、うん、大して変わんないっすよ。一応曲作ったりしながら、はい、まだ僕はCD 化というのはしてないんですけれども、うんうんうん、これからどんどん進めていきたいなと思いながら、うん、進んでるんですが、次にね沖縄に凱旋ライブの時は持ってくるしかない。そうですね、持ってきますか？はい、持ってきます。はい、いました。おお、もうこれ逃げられないですか？今ね残りますかね。全然でもこれははい、この時を待ってたんですよ僕。そうですね、すげえ時仕掛けました、ね、YouTube を見てる人とこのラジオを聞いてる沖縄の那覇市民全員の前でコミットさせるっていう。はいはいはい、これを僕待ってたんです。いやー任せてください。曲はできてます。おお、そう。おで昨日オリジナルの歌聞いた時に夫婦の日常の生活の歌を歌詞にしましたっていうのを歌ってくれてた曲があったんですけど、はいはいはい、子供の歌。そうそうそう、うん、あれね僕が9月にちょっと結婚して今新婚ほやほやなんですけど、はい、ありがとうございます。その様子も、まあ、YouTube で公開してるんですけど、はい、でなんかそれ聞いたらすごいもうグッときました。あ、本当ですか？はい、いいわ、よかった。やっぱ俺なんか奥さん大好きだわ。あ、じゃあせっかくだから、そうそう、あれは、まあ、子供に歌った歌だったんだけども、うん、もう一個奥さんとの馴れ初めを歌った歌だ。へえ、そうなんだ。小田急線の歌があって、そちら小田急線なんですよね、しかも、はいはい、でそういうのとか日常の一コマだったりとか、うん、風景とか、うん、動物とか、うんうん、そういうのをまあ、歌に起こすというよりもその日常をメロディーに乗せて
進みたいなと思ってるんですね。ああ、それも聞きたいな。小田急線？小田急線。YouTube では上がってないですか？あ、今度ね、撮ったら上げようかなと思ってますけど。はい、じゃあぜひ短い歌ですよ。短い歌。じゃあぜひ安室美咲チャンネルも登録を、はい、そうですね。お願いします。はい、YouTube チャンネル実はあるんです。一曲しか上がってないですけど。はい。じゃあそれ番組の概要欄にも載せて、あ、そこはチェックを、はい、お願いします。実はあるんですけどね。1個だけしか上がってないんです。僕ですね、実はいつも佐久本と打ち合わせをさせていただいて、はい、番組に臨むんですけど、はい、全く情報くれないんですよ。ケンタロウさん、しかもケンタロウさん書いてる人数と全然違うし、違うし音楽のジャンルも全然教えてくれないんですよ、はい、この日に起きたのって昨日の夜中だよ、ね、急に聞くまでね急に送った聞くまでね、わからないですもん ね。で、今日来るゲストさんのどんな曲歌うんですかって言ったら税金なんて払わないっていう人たちが来ました。僕さっきまでから信じてましたから確かにそれ歌ってたけど、ね、歌ってた。あ、まあ、これマジなんですか？そう、マジです。今後ろに座っている向井くんと力丸くんが昨日その自分の思いの丈を、そうですね、シャウトしてくれた。そこも気になる。これどんな主にどういう楽曲歌われてるんですか？ちょっとラジオを聞いて皆さんと YouTube の人に。あ、僕はそのなんですかね、ハクトさんとか安室さんとかとは全然違う綺麗めなんじゃなくて、イラッとしたことをそのまま言うみたいな歌歌ってます。器が小さいんでもうイラッとしたらそれで吐き出すしかないみたいな感じでやらせてもらってます。なんかすごいライブハウスをツイッター化してしまうみたいな。そうですね、もうまんま出すだけです、うん、はい。向井くんがこのギターでね、すごいその思いの丈をウェってめっちゃシャウトしてもらって、で力丸くんがそれをラップでそれをまたさらに乗せていくという、はいはい、そう、普段2人で活動してるんですか？昨日が初めてです。2人でやったの。もともと友達なの？ああ、もともと友達なんですけど、俺そもそも安室さんに誘っていただいて、はいはい、で来月沖縄行くんだっつったら、あ、じゃあ俺も行くわって言い始めて、休み取ります。あ、じゃあなんか2人でやるみたいな感じで急遽作ってみました。で向井くんが持ってる曲の空いてる8小節いただいて、はいはい、じゃあ書くわって書いて。もうすぐその日にできたの。そうね。すごい。なんかその体当たりな感じもなんかすごいその沖縄っぽくていい。沖縄っぽい。じゃあちょっとね、今いろいろお話聞いていきたいところなんですけど、そうそう、中間曲をちょっと行きたいなと思ってて、よろしいですか？はい、今日は僕生演奏していただいて、ね、って聞いてるんですけど、そう、それは間違いない。あ、それは当たった、大丈夫。それは間違いない。急に、あ、いや、そんなんじゃデータでとかない、はないです。ないからどうしようと思って、はい、ちょっと準備をお願いしてもよろしいですか？はいはい、今日はハクトさんの歌で生演奏をお願いしたいと思います。ありがとうございます。立ちでですよね。はい、はい、立ち、あ、立って、あー、立ちで、はい。じゃあちょっとこっち向き、大丈夫です。はい、これは大丈夫です。これで大丈夫です。あ、オッケーオッケー。じゃあこれでも。もうなんか佐久本ちゃん構えてるもんね、カメラ。2カメ登場。ね、1、2、3、4、5、5カメっすよ。あ、これカメラ。そうなんですよ。そうなんですよ。いいですかね。はい、はい、お願いします。お願いします。で、僕が一番その人生戦っている時に、こんなに打ち勝ちたい気持ちをこの曲に乗せました。翼という曲を歌いたいと思いますね。はい、翼。します。翼を広げて黄昏に向かう、もう夢を追いかけた好きなものは好き、嫌なものは嫌、大人になるということを
き始める。曲は、ハクトさんのオリジナルソングで翼という曲でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この歌はあれなんですよ、信用金庫、鳥取信用金庫の CM ソングに、へえー、すごい、鳥取で流れている曲で、すごいすごい、会社の CM 曲にも使用されてるんです。もう1曲、2曲使われてるんです。もう1つ青い鳥取でっていう歌も鳥取で使用されている。すごいですね。ちょっとめっちゃまだね、いろいろお話も聞きたいことと曲も聞きたいなっていっぱい思ってるんですけど、ちょっとね時間がそろそろ迫ってきてるの で、ね、何か告知があればお願いします。それではですね、今後ですね、関東の方で、ライブの方がありますので、Facebook、Instagram、Twitter等々ですね、私は安室美咲で検索していただければライブ情報出てますので、ぜひとも関東に来られるときは、来ていただければなと思っております。はい、今後のライブとか、今後のライブ、ですね、僕もブログを主にメインで媒体してますので、ハクトブログで検索していただくとハクトの情報が何でも出てきますので、はいはい、ぜひチェックお願いします。はい、そしてまた沖縄でね、このメンバーでライブさせていただけたら嬉しいなと思ってますので、第2弾、楽しみにしてます。はい、ぜひお待ちしてます。本当にお願いします。よろしくお願いします。ハクトさんのブログのハクトブログ、はあれは、はい、カタカナでハクトブログって検索するんですか？ね、ハクトはね、できればローマ字で HACTO でやっていただけるとすぐパッと出てくると思います。わかりました。HACTO でハクトブログで検索を、ね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まとま TV なんですけれども、これ最後にですね、今出ていただいた方、ゲストさんの方全員に今後の夢目標を伺ってまして、なんか夢あれば教えていただけないでしょうか。先ほどから、どうしたら、僕はですね、この歌を通じて、いろんな人とのつながりを持っていきたい。で、僕を媒体にしていろんな人が知り合いになって、で、僕がいなくてもお互いに連絡取り合って、こう仲間としてこうつながっていってもらいたいなっていう思いがあります。で、そういう形をいろんなところでやっていきたいなって思うので、みんなでライブしながら音楽でつながっていきたいっていう思いがすごくあって、それが今の夢ですね。はい、いろんな人に出会いたい、で、出会わせたいっていう、みんなが笑顔になれるような、そういうちょっとイベントを組んだりとかっていうのが今のところすごく夢になってます。はい、はい、ありがとうございます。続いてハクトさん、お願いします。はい、僕はすごい真面目な話をすると、今まで喋ったことはないんですけど、やっぱり悲しい思いをしてね、暮らす子供たちが増えないような、そんな大人のやっぱり暮らしが必要だと思うんですよね。だから大人が平和に暮らせる世界、それがね、子供たちの笑顔につながると思うし、そういう気持ちでいつも僕は歌ってますね。はい、メジャーデビューもう諦めました、僕は。
ですけど、あの自分なりの活動できると思ってます。あの47都道府県全部1年で回れるようなアーティストになって、あの1人でも多くあの自分の楽曲をあの日本またはあのその先には世界にも届けられたら嬉しいなって思ってます、うん、はい、ありがとうございます。はい、またその際にぜひあの番組もまた出演していただければ、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ大丈夫よ、時間まだ大丈夫ですよね、うん、じゃあ、 あの向井さん、え、池丸さん、はい夢を教えていただけませんか。夢ですね、本当簡単なことですけど、ずっと笑ってたいっす。一番大事なやつ。はい、もう本当それっすね。具体的にはないっす。こんな僕らと関わってくれた方々がね、みんな幸せになってくれたらいい。うん、そのためにはああいう歌もあるし。そうですね。俺役にもならなきゃ。はい。あのどういう歌かはなんかもし YouTube チャンネルとか上がってたら、あ、概要欄に。一切ないですね。一切ない。今のとこ。ライブ行かなきゃ。ライブ行かなきゃ。あのまたね、来年もね、まあ、今年中に来るかまた来年も来るかっていうのをまた予定組んでもらって、でこのどんな歌を歌うかって白土さんもさっきも向井君も池丸君もどんな歌を歌うのかっていうのはぜひ皆さん見に。いらしてくださいということですね。はい、よろしくお願いします。その際にはまたね、ぜひまたTVにも遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあ今回のゲストさんは、シンガーソングライターのハクトさん、シンガーソングライターでいいのかな、はい、シンガーソングライターの、アムロミサキさんと、向井青春さんと、はい、リキマル君に来ていただきました。ごめんなさい、紹介ちょっと待つね。大丈夫か。じゃあちょっとそろそろエンディングいきたいと思います。はい、はい、ではまたま TV、 この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミルプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェクト、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースのまとまクリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。まとま TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。もう一度言います、チャンネル登録と高評価をぜひぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よしてしまった、よしてしまった。あのもちろん僕もあの皆さんチャンネル登録しますからね。ありがとうございます。僕もぜひ、はい、概要欄にもバンバン載っけますんで、はい、ありがとうございます。僕はまとま TV 登録させていただいてます。ありがとうございました。じゃあ、またね、次回もライブするという時はぜひ遊びにいらしてくださいということで、また、はい、今日もあれやりましょう。いつものマッコバイバイってやつがあるんですけど、はい、カメラがね、どっちかな、これカメラこっちですね。はい、こっちですね。うん、マッコバイバイで締めたいと思います。はい、じゃあ、いきますよ。じゃあ、また次回もお会いしましょうということで、いきます。せーの。マッコバイバイ。どうもありがとうございます。明日からなんですね。ね。マトバ TV!